どうもー影山です。今日はですね、えー、毎日続けていってよかったもの、3、え、選、ー、についてお話し,したいと思います、えー。健康のことですね、健康のことでですね、えー、続けてきてよかったもの、毎日続けてきてよかったもの、でそして、まあ、これからもずっと続けるであろうことですね、えー、についてお話し,したいと思います。まず一つ目は、目を温めることですね、目を温める。 どうやって身を温めるかというとですね「あずきの力」という、えー、商品があるんです。え切りいっていうところから出,出てると思うんですけれども。あの えー、カイロとかねそういうので有名な切りいから出てるやつやと思う確かそうやったと思うんですけどもその中にこう小豆の力というのがあるんですほんで型を温めるやとかこう、えー、腰でしたかねなんかその辺を温めるやとかいろいろあるらしいんですけども僕がこう愛用してるのはですね目を温めるようですねだから名誉のあの小豆の力ですねでこれをですねあの電子レンジで僕はまあ40秒。 からまあ50秒する時もあるんですけどまあまあ40秒温めてですねでそれを単純にこう目の上に目つぶって目の上にこう置くということだけなんですね寝っ転がってね、えー、それをこう毎日こうしているということですねでするタイミングはこういろいろ人によってこう違うと思うんですけど僕は、えー、昼ご飯を食べた後ちょっとね こう横になるんでですすねねパワーナップと言ってです、ね、ちょっとこう仮眠までいかないんですけどもちょっと横になるまあ仮眠のようなものと思ってもらったらいいんですけども完全に寝れることはないんですけども横になってこうちょっと体を休める時間を作ってるんです20分ほどねその時にですねあのその小豆の力を目に温めてですね えー、小豆の力を目に置いて、ね、目を温める状態をこう作っているということです。で、えー、その説明書きには5分ほど、えー、目を温めてくださいということなんですけども僕はもう、えーそのまあ、10分ぐらいでだんだんこうぬるくなってきてですねあまりこう温かさを感じなくなってくるんですけどももう20分ほどこう温,温めた状態というか置いた状態目に置いた状態をこう作っているということですねだかから20分のタイマーをかけてですね。 ですこのパワーナップをしながらですね、えー、目を温めるこれを毎日しているこれはねなかなかやっぱりあの目を温める、えー、効果っていうのはこうやってみていただいたら分かるんですけどもそのだいぶこう目をこう休める、えー、疲れを取る 状態になるるとと思いいます目を温めることっていうのはねだからこうパソコン作業とかねスマホとかよくされる方は目、えー、を温めるっていうことはこうした方がいいだろうなというふうに僕は自分のこう経験上思います。で、えー、この小豆の力を使うようになってから僕は目薬をね、えー、一切しないようになりました。えー、最初の頃はしてたんですけども、えー、どれぐらいですかね3週間ぐらい経った時に気づいたらもう目薬をせんでもええ状態にこうなっていたということですね。 ただ僕はそのパソコン作業をそこまでたくさんするわけではないんでですね、えー、まあ過酷にやられる方とはちょっとこう比較にはならないかもしれないんですけども以前はこう2回3回とこうもうちょっとかなえ目薬させていたのがもう全くゼロになったということでありますで、えー、2つ目がえ入浴20分ということですね 20分以上の入浴、えー。お風呂ですね。お風呂にこうお湯に浸かる時間を20分以上とるようにしていると。で最初はですね15分以上、えー、お風呂に浸かるようにしようと考えて、まあ、15分でもう限界でこう出る感じやったんですけどだんだん15分が慣れてきてですね今は20分以上入れるようになりました。で大麻、えー、はね25分にこうセットしてですね入って。 お湯に浸かるんですけども25分はちょっとね25分より早めにちょっと出てしまうそこでもう限界来てしまう20分超えてまあ、22分ぐらいでこう出る感じかなというところでありますこれはねこう汗がねじんわり出てくるんですねで、えー、汗が出やすい体にもなってきますしその 汗がじわっと出てきた時になんかすごくこう、えー、デトックスがこうできてるんじゃないかなというふうに考えます。ほんでえー、とですねそのただお湯にこう20分こう使ってるだけやとちょっと。 とその時間がこう苦痛になってくるんでですね、僕は本を読むようにしてます。それもね、えー、僕は紙の本を読んでおります。まあ、あのー、スマホでね電子書籍読む方もおられるでしょうし、まあ、音楽を聴くとかね YouTube を見るとかいろいろできるとは思うんですけども僕は紙の本を読んでおります。で紙の本いうのは副交感神経を優位にさせるんでですねやっぱスマホを見ると交感神経が優位になるんでこうお風呂っていうのは夜入るものな,なので僕はこう紙の本を読んでおります。 の本を読んでこう副交感神経を優位にさせつつもこう、えー、体をこう汗を出したりこうすることをしたり、えー、その本をこう楽しむというかこう面白い本けたくさんあるんでですねそれをこうちょっとずつ読んでいくとで20本毎日読んでると結構な時間こう読めるんですよねだから、えー、それで読んでいる状態でありますで、えー、あの読む本はね、えー、基本的に今のところはこう小説をこうずっと読んでるかなと。 いうところででありますでもう一つはですね、えー、瞑想ですねこれも瞑想も毎日してますあの休日も朝やってますねこれ毎朝してるんですけども、えー、毎朝だいたいですねえー、まあまあいろいろこう作業をしながらほかから瞑想に入るんですけどもんどうですかね20分以上はしてますね25分以上ぐらいしてるんかな。で えー、CD があるんですけどもそれを聴きながらね、えー、瞑想に入っていって瞑想状態をこう作っていく感じですね。でそれでこういろいろこうやる手順をこう言ってくれたりしながらずっと入っていくとですねこう脳の中にグッと入っていく状態であったりこうなんか余計なものがパッパッパッパ浮かんできたりするんですけどもですねこれがいろんな方法でこう、えー、それをこうなくしていく状態をこう作り出すというかね。でこののの瞑想の時間っていうのはこう貴重であり ますね何かこう嫌なことであってもこう浮き彫りにされるんですけどもそこからまたね違う発見があったりとかいろいろあるんでですねこれは貴重なこう時間だと思ってます。で瞑想に関してはもうだいぶだいぶと言ってももう1年半ぐらいですかね1年半ぐらいは毎日続けているとでそれ以前もやってたりやらんかったりっていう中途半端な感じやったんですけどももう去年はもう 1>, えー、1年間毎日やりましたその前からちょっとやってるという状態であります。ということで、えー、毎日やってよかったものですね、えー、一つがですね目を温めること小豆の力で目を温めることで、えー、もう一つが、えー、お風呂に20分以上浸かる最初は僕15分以上浸かるですけどもだんだん20分に変わっていったとこの、えー、お風呂に浸かるこれ夏はねどうするかちょっと今のところ。 ちょっと微妙ですねシャワーで終わっていく場合もあるんでね、えー、そのお湯に浸かるようなのができないかもしれないですけどもまあ今のところはこう続けているとで最後は瞑想ですこれが一番長くこう続けていることかなということで、えー、今日はですね、えー、毎日続けてきて良かったものまあ健康についてのね良かったものについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます